東京都知事選挙の投開票まで2週間各候補が支持を訴えました。私の代わりにって言ったらなんですが、私の思いを若い方々が希望する方々がその希望が叶えられるようなそういう環境を作っていきたい。小池百合子さんは子育て世代に実績をアピールしました。必ずこの100億円を確保し、そして学校現場に投資します。改めてここで東京都民の皆さんにお約束します。石丸伸二さんは巣鴨で政策を訴えました。外国人を優遇するために使っている予算をそれをやめて東京都民のために使うということにしたいというふうに思います。玉上俊夫さんは新大久保で演説しました。蓮舫を東京都知事にしていただけませんか。私にはやりたいことがいっぱいある。若者を支援しましょう。あるいはこの東京をもっと新しくしたい。蓮舫さんは女性の国会議員らと支持を訴えました。都知事選挙にはこのほか52人が立候補しています。